広津流郎から1928年10月15日は、日本の小説家。小説家の広津和夫は子。非全国長崎財務区長に、ふっつ難礼と名乗って開業していた久留米藩士、医師、広津俊夫、龍の次男として生まれた。陽名は金次郎。少年時より漢石を学び、軍記物、特本などに熱中した。9歳の時に、 老石を犯して父から切腹を命じられたが、小葉沢がとついでいた、非善国田城在堺村の磯野に取りなされて、磯野家に預けられ、姫方村の塾で漢学などを学んだ。2年後久留米を経て、長崎に帰り、1873年に、長崎主向き名学校に入学。翌年一家が東京工事町に移ったため、番長小学校に入り、高成績で卒業。 外国語学校でドイツ語を学び、東大学部予備門に入った。だが1878年、敗戦カタルをやみ、そのまま退学する。この年の春、父の友人五代友厚に誘われて、大阪へ行き、見習いとして五代へに移送をすることになった。結果、農商務省の管理となったが、それよりも、南宋里見八県殿、水古殿などを読み、 文学へ興味を示し、役人になる気がなく、免職になる。1883年に父母が亡くなり、没落、放浪する。1887年、友人の画家、山内愚仙の勧めで、諸女作、女子三世新中郎を、竜奈美子と合して、東京へ入り新聞に連載する。1888年、鎌地鎮圧の娘住子と結婚。 白文館に入り、尾崎紅葉を知ると、権有者同人となり、残虐で認められた。東京中新聞、都新聞、海新新聞などを点々とし、小野が罪などを発表。1891年には和夫が生まれている。1895年頃から、客観描写に力を入れ、変目伝を、読売新聞2月4日から3月2日に連載、黒トカゲなどで、 仮想社会の悲惨な実態を描く独自の作風を築き、川上美山や泉京華などの関連小説に対して、深刻小説、悲惨小説と呼ばれる。さらに写実的な心理描写を強め、今度新中、河内や畜生原などで評価を高め、樋口一葉と並ぶ評判を得る。文芸クラブ1896年7月号、今度新中口へ1898年に、 住みこし同年、長井家フ入門。1902年、高木武雄の娘清子と再婚。1904年頃に若手を集めた、同人誌、に、ひしをはじめ、自身も、日露戦争で兵士を送る民衆を描いた、昇工状を執筆。1908年長編、心の日を、26新報に連載した後、創作活動は低調になり、1911年に、 創作活動は停止した。1913年に家賃を滞納して、霞町の借家から追い立てられ、麻布に移るが、この頃、和夫の役した女の一生が売れて、生活区からは救われる。翌年結核で、名古屋の兄のところで療養することになり、和夫に生活のために、万有新聞への就職を世話する。1915年に和夫の紹介で、 実業の日本社から作品集、流浪決作集を出して生活費に充て、北半島の諸崎の病院に移る。翌年、数尾が片瀬に移ると、不妻で、そこに同居。1928年、数年来の廃病の上に、心臓麻痺のため、大森区まごめの自宅で死去した。改明は早々院、釈伊佐文、流浪、小事。河内屋について雑誌、目覚ましそうの、 雲中語欄で、高田露伴は、底光りする文章に、我が敬服するところと表し、森田試験は、雲中語ありて、以来初めて見るところの仮作と激章した。これらいわゆる悲惨小説は、その後の自然主義小説に影響を与え、また、実在社会への着眼は、社会小説への機運につながった。高山著牛、明治の小説では、黒トカゲを、 関連小説の一代表として述べているが、当時の関連小説がしばしば悲惨な生活を描いたために同一視されたものと思われる。岩井博史、作家の臨終、母肥辞典280ページ ABC、昭和、遠い日、近い人、沢地久江、文芸春秋、1997、P178。ありがとうございます。